こんにちは、タコです。今回は太田忍選手が平本蓮との対戦をライジンに直談判しに行ったので、これまでの煽り合いをまとめました。二人の大人が2年以上にわたって延々と罵り合うだけの動画となっていますので、その辺をご留意ください。また最新の煽り合いだけを見たい方はチャプターから飛んでみてください。ではどうぞ。2020年大晦日、同じ日にライジンで MMA 初デビューした平本蓮と太田忍。最初に喧嘩を打ったのは太田忍選手でした。格闘技ファンの、最近は太田対平本見たいな。に対し、俺は全然やってもいいよ。とアンサー。しかし、平本蓮は反応しませんでした。その後、インスタライブで太田選手が、平本とならフェザーでやってもいい。と発言し、格闘技ファンが平本蓮に、太田忍には言い返さないのか?と尋ねると、どんぐりマジで興味がない。と、この時はまだ銃口は向けられていない様子。インタビューを受けた平本蓮は、太田選手から対戦要求の声が上がっていることについて、太田忍クラスのタックルって見えないぐらい早いと思う。太田忍は世界レベルのレスラーでちゃんと強敵なので、そんな適当に扱いたくないなって思いますね。と敬意を表しました。太田選手は格闘技ファンから、平本オファー来たら受けますか ?66 キロ契約。と質問されると、二日酔いでやってもいいよ。やっぱオリンピック挫折した奴は器が小さいな。俺ならインフルエンザでもやってやるよ。インフルエンザのウイルスにすら勝てねえだろ。2連敗。と、初レスは。しかし、太田選手は平本対鈴木千尋戦の試合予想動画を投稿し、平本蓮は嫌いじゃない。可愛いなと思う。5歳児みたいで。ツイッターでレスバしたおかげでフォロワー1万人超えた。平本くんありがとう。と、感謝していました。平本蓮は UFC のレオン・エドワーズ対カマル・ウスマンを観戦し、やっぱレスリングより打撃でしょ。と、つぶやくと、MMA で勝つためにはダ、ト、極全部必要なんだよ。と、絡みに行きます。おーい、どんぐり、お前投げだけやん。サッカーボールキックからの踏みつけで TKO してるからね。口の利き方気をつけろ、クソガキ。引退寸前のおっさん倒してそこまで喜べるお前がすげえ。一生アマレスとリフティング頑張れよ。どんぐり賞治るといいね。太田なんて、この間あの超寝技師の元谷選手にサッカーボールにされてたやん。彼は未だにプレイヤーだと思ってるのかな。君はどんぐりからのサッカーボールに昇格したんだよ。おめでとう。試合やってほしいっていうファンの声多いから、試合組まれたら一生格闘技できない体にしてやるよ。試合組まれないようにいつも通りマネージャーさんに守ってもらえよ。おいおい、試合でそんなんなるわけないだろ。ファンタムで負けるようなカスは相手にしてません。はい、皆さんご覧の通りです。さすがのリスクマネジメント。太田勝っても余裕すぎて旨味ないからね。頑張って強くなってくれよ。俺のステージまで待ってるよ。お前のステージって俺どんだけ格下げなきゃいけないんだよ。一勝二敗三逃げくらいだろ。俺なら恥ずかしくて外歩けないよ。むしろ投げしかできない台風どんぐりにビビるやつっているの？え？太田チンコ忍の身長105センチってマジ？太田チンコ忍の親、実は土の子説なの受ける。そして一般ユーザーの方が、太田選手が彼女の伊藤ちなみさんと踊る TikTok を添付。すると、メダリストさすがやわー。俺に対して煽りとか挑発するの全然いいけど、彼女とか親とか出すのはやめろな。次やったらマジで潰すからな。と、ブチギレますが、ライジンランドマーク4で、平本蓮対ヤマスドミネーターサトシ戦を観戦し、平本くん KO あるよ。予定はヤマス選手のアームロックか洗濯バサミで一本。平本全部持ってたな。彼女は推しの蓮蓮が解消して超ご機嫌。キュンキュンすな。と、なぜかカップルで平本蓮を激推し、試合後の感想動画でも、ライジン2勝目おめでとうございます。平本選手圧巻でしたね。完封だった。ストライカーの塩漬けでしたね。お見事だった。テイクダウン能力のあまりない選手とやったら、あんだけ早い打撃打たれたら何もできないんじゃね。レスラーと見たいね。俺とやったら普通にテイクダウンできちゃうから、平本選手が2年間積み上げてきたものが全部なくなっちゃうからかわいそうだね。なんか本当にかっこよかった平本くん。と褒めたたえていました。そして彼女にどんぐりを渡される太田忍。彼女にニヤニヤしながら渡されたんだけど。サッカーワールドカップで日本対クロアチア戦が行われ、ナイスゲーム、ハッシュタグパンちゃんにな。と、なぜか前日に逮捕されたパンちゃんをハッシュタグする太田選手。平本蓮はパンちゃん逮捕のニュースを受けてテンション爆上げし、お酒を飲みながら14連続でパンちゃんをディスる投稿をし、太田選手に対して、さすがに日本代表と犯罪者を並べるなよ。オリンピック出てるんだったら元アスリートとしてそれぐらいの節度ないの？だから銀メダル止まりなんだよな、この雑魚松ぼっくり。このまま干され続けろ。と苦言を呈し、さらに暴言を吐きます。マジでさっさと格闘技界とこの世から消えろよ、太田忍。明日事故でも起きろ。こちら、酔っ払っております。多少の暴言はお許しを。酔っ払ってるかなんか知らんけど、酒飲んでいい年なら自分の行動言動に責任持てよ。責任取れないような言動取るなよ、ダサいから。めちゃくちゃよく寝れた。酒飲んでても寝起きでもお前に対して同じこと思ってるよ。今日事故が起きますように。と、翌日も懲りずにお酒を飲みながらパンちゃんをディスっていました。かわいすぎない？ハッシュタグ、トークドル。犬、かわいい。太田忍、めっちゃブサ。髪型チンコ？完全に太田忍で草。なんだお前、ボクシングルールでも何でもいいからマジで泣かせてやろうか。
アンポ君じゃなくて俺で MMA やれる？なんで格下の方形レスラーとやらなきゃいけないわけ？新生方形口だけファイターのお前がグラグラうるせえからだろ。この画像のキャラはどう見てもズル向けだろ。かっこいいからじゃね。いつも通りの逃げのスタイルで安心しました。5分3ラウンド寝かすとボコボコにしてやるから、化けの皮剥がされたくなったらいつでも言って。お前レベルなら公開スパーリングならいつでもやってあげるよ。3ラウンドやり過ごそうなんて考えてっから大事に干されるんだよ、全身親指くん。ガチでやったら1ラウンドで締め落としちゃうから、親子のいじめするのに15分しっかり痛くるに決まってるじゃん。お前の勝ち試合全部判定じゃん。萩原と太田忍が誕生日か。今日はバチが当たらないように気をつけましょう。萩原と飲んだらそれなりに楽しそうだけど、太田忍と飲んだら完全に葬式だよね。ずっとカッコつけてそうだし、女の前でいじったらガチ切れしそう。顔の横から腕生えてるし。太田忍って飲み会でわざわざ銀メダル持参してその辺の女に見せびらかしてそう。ライジンデビュー戦でボコボコにされて恥かかされて泣きじゃくった相手と、万が一試合組まれたら勝てないし、怖くて夜も眠れなくて泣きじゃくっちゃうやつの誕生日なんて連盟にとっては役味だよね。ハバナイスデイ。闇落ちした久保と曽根に勝っただけで調子乗れる太田好き。太田忍嫌いな人集めて飲み会やりたい。ポップアップより人来るんじゃないかな。一般ユーザーが炎上万博でぎこちなくリズムに乗っている太田選手の切り抜き動画を投稿すると、初めてクラブ来た人、クラブぐらい行ったことあるし、スポンサーさんとのお付き合いで。寒いとチンコ縮むよね、太田梅毒忍みたいに。太田忍ってガチの梅毒なのって知り合いから連絡来てて笑った。さすがに冗談だけど初期症状分かりづらいらしいから怖いよね。ライジンの会見でプレシャスさん通訳コントを行った平本蓮がインタビューを受け、この会見は俺が何かやらなかったら盛り上がらなかったと思うんですよね。だって太田忍いたんだ、なんで部外者の一般人が会見に出てるんですかみたいな感じでしたよね。太田選手と控室でバッティングしなかったんですかと聞かれ、控室に入ったら太田忍がいたのですぐに引き返しましたね、同じ空気を一緒に吸いたくないなってと話すと、その後、お前さ、これ言ってること嘘じゃんとインタビュー記事の控室のくだりを引用。俺がマネージャーと控室入ってったら拒絶って逃げるようにして控室から出てったんじゃん。5センチみたいで可愛かったよ。お前のこと誰が好きなの。お前フェザー級で試合して誰に勝てるの。お前のこと誰が好きなのと粗品にハマっている平本蓮。しかし平本蓮陣営からは、これに対しては訂正したい、あの日の彼は他の選手よりも取材が多く立て込んでいた、なのでどの選手よりも先に会場入りした、会見前に先に取材をさせてほしいと言われていたので自分が控室から連れ出し取材をこなしていた。これを書いた選手を否定もしないし嘘つきだとも思わない、なぜならこれを書いた選手には彼のような取材がなかったからわからなかったんだと思うと、柔らかく太田選手を削りつつ裏側を語りました。大学生のキショイストーリーという X アカウントが銀座の時計店強盗事件について投稿し、太田選手が引用すると、太田忍さん顔は気持ち悪いので引用リツイートしないでほしいですとなぜかディスられます。すると中の人と知り合いなのか平本蓮が、あまり正直なこと言うと炎上しますよ、気をつけてくださいと忠告。平本君、大衆の前で泣かせてやろうか。66でもお得意の70でもむしろ減量なんかしなくていいよと猫がネズミを狩る写真を添付。すると平本蓮が動画で、おい太田、お前みたいなトングでやるくらいなら俺はケラモフとやるわとアンサー。お前にはケラモフの兄貴は10年早いよ、俺レベルでも1ラウンドで決められる、得意の70キロで失神失禁させてやるよ。シノ火星方形だし総合だしラッキーパンチでごめん。シナ大丈夫だよ、シノブ君気持ち悪いんだよ。太田忍ストーカーされまくったチナかわいそう、無料公開試合ならいつでもやってやるよ。とにもかくにも平本君失神失禁の覚悟できたみたいです。その後タケル選手が K-1 を脱退し、平本蓮がエールを送ると、太田選手もタケル選手を称え、一方平本蓮は試合が劣勢でもリスクを犯して攻めに行けないし、対戦相手も選びまくってリスクを背負うような相手とはやらない、リスクを犯すことも背負うこともできない腰抜け野郎と強烈にディスります。太田選手が超ライジン2で対戦する滝沢健太選手を煽ると、気をつけますと素っ気ないアンサー。ダメだ、センスない、終わってる。すると平本蓮が乱入、お前がセンスねえよ、チナとデートしていい？喧嘩はやめて、二人ともどうしたん、話聞こか。タッキー、俺とチナの三人で飲みに行かん。チナー行こやー、あかーん、誰か来たい。あら、レンレン試合は負けっぱなしでいいの？チナ黒けたら何でもいいよ、チナー。お前の貯金箱みたいな目と汚い歯どうにかしないと無理だよ、鏡見てから物言った方がいいよ。ショック、チナに DM して慰めてもらおう、チナにいい子してもらおう、チナ見てたら前みたいに DM して。試合負けてんのにチヤホヤしてくれるお前の周りの女と違って軽くないよ、お前レベルが名前出していい人じゃないよ。負けたのにチヤホヤしてくれる女ほどいい女でしょ、そういう女が俺は好きだな、だからチナは俺が守りたい、チナはいい人だから、シノみたいなどんぐり星人に怪我された過去を俺の愛で消してあげたい、たかがどんぐりなんかにチナは傷つけさせない。勝っても負けてもどんな時でも一緒にいてくれる俺の彼女はいい女だよ、いい女だよ、可愛いし
性格も良さそうだし、交換日記しても毎日返してくれそうだし、たとえ彼氏の見た目が太田忍風でも優しくしてくれる、そんな人を俺も待ってた。ごめんな忍、シナを俺は諦められない。このやりとりをタッキーはどういう感情で見ていたのでしょうか。とりあえず斎藤豊に僅差でやられた同士 VS ケラモフはどうですか。勝った方は斎藤豊ともう1回でと、ケラモフ戦を提案。このカード組んでほしい。間違いブスが喋りすぎ、少し黙れよ、大人だろ。早く会にぶっ飛ばされるところが見たい。試合組んでくれたらね、俺はいつでもやる。間違いブスが喋りすぎ、少し黙れよ、大人だろ。早く会にぶっ飛ばされるところが見たい。そしてアンチの方が、平本蓮に早く勝てよって言ったらブロックされたとつぶやくと、誰とやっても勝てないから怖くて試合できない奴に早く勝てよはデリカシーなさすぎ、ブロックされて当然ドンマイ。ホビット黙れよ、お前の金積んだらいつでもしてやんぞと、 MMA 戦績1勝3敗1ノーコンテストのキックボクサーが何か言ってます。いいから俺のメリット金しかねえんだから金積めよ、黙って1億払えよ。お前が勝ったら罰ゲームでチナ抱いてやるよ。俺たちのそんだけ煽れんなら俺の1億用意できんだよな。北京銀の実力見せろよ、このポテトヘッドが。煽ってるとか悪口とかじゃなくて本音な。はい、1億用意しろよ、ランドマーク決定で。身長詐欺してる140センチのてめえつけてやるよ。何の1億だよ、格下でやるためにわざわざ1億払うバカがどこにいるんだよ。そろそろ黙れよ、口だけ達者で結果出さないから無知なキッズにしか支持されてないじゃん。自分が弱いことに気づかないと強くなれないよ。逃げんなよホビット、やりてえなら払えよ、メリット提示しろよ。じゃあ負けた奴が勝った奴に1億でいいんじゃね、文句ないだろ。しっかり練習しとけよクソガキ。なんでアクセスのないお前に払うんだよ、逃げが俺に払えよ。はいはい分かった、勝つ気もないんなら絡んでくんなよ腰抜け。お前らこれが平本なんだぞ、下の階級に喧嘩売ってやっぱり勝てないから逃げますってやつだぞ。こいつのどこに乗るんだよ、そろそろ気づけよバカバカしい。朝から練習だから寝るわ。その後平本蓮は、誰も理解してくれない世の中にもう疲れたと長文のツイートを残し SNS 活動を休止。散々大打ち叩いてライジンファンとか平本蓮キッズたちに幻想を抱かせといて、しんどくなったのでもうやめますはダサすぎるだろ。男だったら期待してくれてる人たちに最後まで夢見させてやれよ。1億用意して待ってるからな、クソザコ腰抜け野郎とディスってるようでエールを送ります。そして平本蓮が SNS 休止期間中ディーゼルのモデルになると、その写真を引用し、次の試合万が一負けることがあったらこの世界で5番目くらいに恥ずかしい髪型で1日中過ごすことを約束する、絶対に負けられないと宣言するも佐藤翔光選手に敗北。すると1ヶ月以上 SNS を動かしていなかった平本蓮は、今日はこれでいいやと今夜のおかず宣言。お前うるせえよ、黙ってろよ、試合してから物言えよ。こんな SNS 見て喜んでんのお前のクソキッズだけだよ、しょうもない。ファンが見たいのはお前の MMA だよと久々のレスマー。俺負けしたからって無理やりいい話風にして話取らすなよ。俺のファンが一番見たいのは俺の試合なんて当たり前の話だろ。俺が一番見たいのはお前は俺と同じ髪型にしてチナによちよちって慰めてもらうお前の屈辱的な表情が俺は見たいんだ。負けてくれてありがとう、マジで昨夜嬉しすぎて太田の負け顔夢に出てきて今朝無声するところだった。みんなただいま。勘違いすんなよ、見たいのは MMA だぞ、もう怖くてできないか。年末でっかいポンポンつけて立ち技のエキシビションとかなしな、みっともない。髪型に関しては当然やるから待っとけ。喜んでくれて何よりだけど、俺の顔で無声するのはシンプルにキモいぞ。お前の顔で無声するわけがないだろアホか。それほど嬉しかったって例えのつもりで言ったんだけど、こんなのもいちいち説明しないといけないくらい体育会系ゴリゴリでレスリング頑張ってきたんだもんな。忍ぶかわいい。いいから黙って試合しろよ、格闘家だろ、黙って戦え、戦ってから物言え。あとお前大嘘が出るんならポンポンつけて立ち上げエキシはマジで寒いからやめろな、 MMA でやれよ。怖かったら試合前に大好きなお母ちゃんのおっぱいでも飲ませてもらえ。そして太田選手は、そういえばレスリングもセンスなかったんだったわ、20年やって世界一がたった1回、 MMA ではそんな時間かけてられないから怪我直して最速で強くなると、つぶやくと、忍ぶなかなか悪くなかったぞ、俺が打撃教えてやるよ、一応お前のレスリングの話も聞いてあげる。申し訳ないけど勘違いがすごい、お前のたかが高校チャンピオンレベルの打撃と俺のレスリングのレベルが等価なわけないだろ。やってきた時間と戦ってきたレベルは全然違うよ、俺はもっとレベルの高い打撃を教わる、丁重にお断りさせてもらう。お前が俺のレスリングを学びたいのであればジムに頭下げに来る、そしたら教えてやらなくもない。忍がほぼメインの興行の1週間前のライジンにて、社長自らわざわざリングに上り、過去大一番のピンチですと社長に吐かせてしまう忍は、興行にプロとして大貢献してるよ、本当にすごい。しかも今回名古屋去年より会場でかかったもんね、でかすぎてめちゃくちゃ客少なく見えた、忍すごいと強烈な皮肉を言います。文句あるんだったらお前がこの試合でメイン張ればよかったんじゃん、結局君は試合しないやん、怖くて戦えないじゃん、怖くて試合できない奴に何を言われても俺には響かない、
こんな道徳から平本蓮をここまで復活させた俺にファンもキッズも感謝した方がいいと思うと平本蓮の親族長文ツイートを固定し、前歯の拡大写真を添付。するとどこから入手したのか、平本蓮は太田選手がアンチへ送った訴訟を匂わす DM を添付。太田忍がアンチに送りつけてる文章内容、もう二度と悪口を書くな、書いたら許さない、それと今後のために名前と住所教えないと訴えるぞって、バカでもわかる引っ掛け問題すぎて草、小児でもこんな罠丸分かりでクリ、さすが教員免許持ってる脳筋だけあってクリ、しのぶかわいすぎてクリ。しかもその内容見たけど、よくあるネットのくだらないアンチじゃなくて的確な指摘に太田しのぶが長文でぶち切れてる内容だった。しのぶ相当掘ったんだななどと暴露すると、心当たりがなかったので確認したら1年くらい前から彼女が顧問弁護士に相談を始めて、あまりにもひどいアンチコメントのアカウントに対してこのような DM を送っているようです。はてなはてなはてな、なら千野の代理人って言うくね、しのぶ町おこやん、お前らしのぶのアカウントにデカマラの写真とか送りつけるのよな、千野が見たら傷つくんだから。平本くん、DM さらすとか陰キャチー牛みたいなことしてないで、格闘家なんだから格闘技の話しようよと、平本蓮の恋愛リアリティショー出演動画と前歯の写真を添付し、自分も陰キャチー牛みたいなことをします。 X でやり合っててもしょうがないから、試合後のご挨拶も兼ねて雷神事務所行ってこよう、外注駆除の話してきます。今日雷神事務所行って話してきた、お前絶対逃げんなよ。ようこそ雷神フェザー級。言ったな、逃げんなよマジで、やるって言えよ。ちなみにフェザー級には行かない、お前をぶっ飛ばして大勢の前で大恥かかせたら、また来年からバンタム級でチャンピオン目指すよ。平本蓮の KO できないヘナチョコの打撃なんて何の脅威でもないよ。今回の動画いかがでしたか。内容は子供の口喧嘩レベルですが、2年以上も SNS で罵り合うってなんかすごいですね。太田選手はインスタライブか何かで USC へ最短で目指しているから、年齢的に無駄な試合はできないし、階級の違う平本くんとやってる暇はないし、向こうも同じだと思うというようなことを言っていたのに、引っ張り出す平本蓮の煽り能力がえぐいです。個人的には階級が違うので、あまり対戦が決まっても乗れないのですが、皆さんはどう思いますか。というか今はお互い自分の階級の倒すべき相手を倒してステップアップしてほしいと思っています。平本選手は前に、大晦日はガチの試合よりもお祭り的な試合をしたいと言っていたので、なくもないのかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。